では次のテーマに移りたいと思っております次のテーマといたしましては自動配送ロボット活用の未来展望ということでお話をいただこうと思っております皆様には事前に私たちの未来展望というテーマでこうなったら素敵だなと思われる考えられる自動配送ロボットの利活用に関する未来展望についてフリップに記載いただいております 自動配送ロボットによって未来がどのように変わっていくとお考えかフリップもお見せいただきながらお話しいただきたいと思いますそれではこのお題につきましてまず石狩氏様からお伺いできればと思っております加藤様フリップを掲げながらお話しいただければと思いますいいですかはい。 えーとですね、えー、人口減少社会においてやはりそのものだけではなくて、まあ、人を運ぶまた子どもの見回り特にその地域特性から言いますと先ほど述べたように石狩市、えー、非常にあの豪雪雪が多い世帯あの地域でありますそういう観点からいけばですねもう高齢者世帯の方っていうのは非常にその除雪雪かきが大変であります。 ま、そういう中において、えー、高齢者世帯を除雪するロボットなどですね。地域の課題を解決する。まあ、未来にその期待をしております、えー、将来は地域で作られた再エネを活用して走る地産地活の自動配送ロボットが石狩の挑戦であります。私からは以上です。 はいいありがとうございます地域の課題を捉え未来をつくっていくということでフリップとともにお話しいただきましたそれでは続いて石狩氏様と取り組んでいらっしゃる京セラ様,様にお話しいただきたいと思いますお願いします。はい、えー、自動配送ロボット で住みやすく住みたい街へということに書いています。あのまあ、住みやすいまあ、住みやすく住みやすいっていうところです。けども、あの自動配送ロボット先ほど我々の。 まプレゼンテーションでも話しましたよね。これバッテリーで動いてるんですよね。なのであのまあ、ガソリンで動いてるというわけでは何で、ね、排ガスが出るというわけではないというところも一つ特徴になっています。あのま綺、あ、麗な街でクリーンな街でまあ例えば子育て世代で、えー、まあ、環境にいい街に住みたいとかまいろんな意見があると思うんですけどまあそういう一つの引き金になるかなというところも一つ感じております。まああの GX みたいなところが一つあればな。 という,ふうに考えておりますし、まあ、そしてその後住みたい街へというところなんですけどもこの配送ロボットを使うことでこれは DX かなと思いながらも。<laughs> あのまあ自分で配送を思い通りで好きな場所で好きな時間に先ほどちょっと言いましたけれどもあのまあそういう形で買い物とかですね配送もするものっていうのがまあ簡単に利用できるっていうような街をですねこのまあ自動配送ロボットの技術を使ってバックアップしていければなというふうに考えております。ありがとうございます。エドボットによって街をより良いものにしていくという視点でお話しいただきました。 はい、ええー、それではですね、続いてつくば氏様にお伺いできればと思います。伊賀氏様、あの、お顔の横にフリップを置いていただいて、はい、お話しいただければと思います。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい。<laughs> はいあの自動配送ロボットで世界の明日が見える街へということを書きました。あのまあつくばの今あの楽天さんにやっていただいているところはですね中心部で人口も多いんですけれども、えー、そういうエリアばかりではありませんのでつくば市でも周辺部に行けば。 歩道道ががないももああるるる人口が減ってとところもあるとそういうところにおいても当たり前にサービスが使えるようにしていってことを初めてですね世界の明日が見える街として少子高齢化も含めて対応していけることになると思っていますのでこのエリアでしっかりとビジネスモデルを作っていただいてどうもう少し人口の少ないエリアとかインフラも厳しいエリアに進んでいくかということを考えていきたいと思っています。以上です ありがとうございます。少子高齢化をはじめ社会課題をいかに解決していくかという視点で展望いただきました。それでは筑波市様と一緒に取り組んでいらっしゃる楽天様にお願いしたいと思います。はい。えっ、ー、と私はですね、街中の配送はロボットにお任せというふうに書かせていただきました。でこれ先ほどあの私がご説明したあプレゼンの中でですね、まあ、このインターネット通販のラストアマル配送ですとか、あとは飲食店や小売店からの 配送サービスまたはクリーニングや C2C などさまざまなサービスにこのロボット配送を使っていきたいということを申し上げましたでまさにです、ね、そういった形であの街中の配送に関してはもうロボットが担っていきますということで、まあ、先ほどあのお話ししたのは具体的な例なんですけれどもおそらくですねこのロボット配送っていうのはその街の中の,この配送のインフラみたいな形になってきておそらく今 我々が想像する以上のサービスというものがこれから出ていく可能性があるんじゃないかなと思ってます。あのちょうどですね、あのインターネットの出現によって、まあ、インターネット通販だけではないさまざまなサービスというのが生まれてきているように、まあ、そういったですね、このロボット配送というものがインフラ化することによって、新たなサービスビジネスというのが展開できていくんじゃないかなと思ってます。で、あの、まあ、先ほどですね、今、市長からご指摘もいただいたようなあの地域、 ですとかあとは先ほどご指摘いただいたような市長のお宅までですねこのロボットが配送するために、えー、つまりあの街中を飛び越えてロボットが配送するためにはですね今、京成屋さんが取り組んでい,るあのいらっしゃるような中速中型の自動配送ロボットの活用なんかも考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思っておりますす以上ですありがとうございます。新たたたたなインフラととしししてのの配送ロボットをそうしたところへの展望をいただきました はい、それでは続いて藤沢氏様にお伺いできればと思います。フリップとともにお願いいたします。はい。冒頭にあのスターチによるインクルーシブスマートということでご説明をいたしましたけれども、まさしくですね、いつでも誰でもどこでもですね、いつまでもロボットとお友達になれるような藤沢氏を目指して。 えー、ロボットが、えー、活躍できる街、えー、を、えー、作っていければと、えー、このように思っているところでございますちょっとクリップの見えますかあはいよく見えておりますあ、はい、あもう少しいいです。ございいですありがとうございますはい、はいえー、ロボットが活躍する街ということで街づくりとともにあの展望をいただきましたはい、えー、それではあ藤沢様と取り組まれているパナソニック様にもお伺いしたいと思いますお願いいたします はい、えー。私はですね、あの少し、えー、まあ遠い未来も含めてということで期待を込めてですね、このように書いてます。一家に一台お使いロボットという時代が。 あ来るんではないか、まあ、これはですね、まあ、もちろんです、ね、あの利用者にとってです、ね、あの便利になるというわけもあるんですけれども、まあ、事業者さんですねにとってもです、ね、あの例えばあの配達をです、ねまあ、自分の代わりにです、ね、もうこのロボットが取りに来てくれると今その宅配ボックスもです、ね、あの広まってはいますけれども、まあ、あくまでもそこは置き配。 そうではなくて、まあ、ロボットがですね時にはあの、まあ、ネットスーパーのようにですね代わりにですね物をあの買い物に行ってくれるということだったりですねあるいは、えー、宅配への拠点まで,です、ねえー、自分の荷物を取りに行ってくれる。 とかですね。まあ、そういうことをですね。あのやってくれるようになるということです。すなわちまあ、1台2台ですね。このロボットがあっても、おそらく世の中としては大きく変わらないだろうと。と、えー、この世の中にですね、えー、複数のもう本当に。まあ1回1台ぐらいのロボットがですね。活躍できるようになるとですね。おそらく私たちの生活もそして働き方も、えー、もうサービスの質もですね。大きく変わるのではないかと思います。もちろん。 コストも大きく変わると思います。まあそういう意味も込めてですね、一回に一台お使いをしてくれるロボットが来てくれる時代になるということを目指して頑張っていきます。はい。ありがとうございます。ロボットが当たり前の存在となり、社会を生活を変えていくそういったところの将来展望をいただきました。ありがとうございます。皆様の将来展望、あの非常にワクワクしながら拝見しておりました。 では、最後のテーマに移ってままいいいりたいと思います。当イベントの事前アンケートでも先進的な取り組みをされている自治体様の声を伺いたいというような声が多数ございました。 そこでこのテーマにおきましては先進的な取り組みを実施されている自治体の皆様よりこれまでの取り組みや今後の展望も踏まえた自動配送ロボットの利活用のさらなる拡大に向けたメッセージをいただきたいと思っておりますではまず石狩市様からお願いしたいと思います加藤様お願いいたしますはい自動配送ロボットはですね その現在のその宅配ニーズの多様化、またあの宅配需要の急増、配達員不足、買い物弱者の増加といったですね、我が国におけるそのさまざまな社会課題を解決する手段の一つであるんだろうなというふうに思っております。ま今後その日本各地でそのロボットがですね、その走行するにはやはり利用者である地域住民の方が自動配送ロボットという。 というものを理解をして愛着を持って利用してみたい利用しやすいといった利便性をですね十分高めることが大事なんではないかなというふうに思っておりますまあそういう意味だ、まあ、先ほどから何度か申し上げているように北海道のようにですね、えー、積雪寒冷地であっても 通年走行可能となるなどで,ですね地域特性にしっかりとその対応することがもう重要なんではないかなというふうに思っていますまあそのこのようなデジタル技術を用いて新たな常識を創造するまさにその最先端な DX の取り組みがですね次世代を見据えた地域づくりになるものと考えておりますんで、まあ、石狩市は今後も新たなる挑戦を続けていきたいなというふうに思っております私からは以上です。 力強いコメントありがとうございます住民の皆様のニーズ地域の特性に向き合うその重要性についてもコメントいただきましたそれでは続いて筑波市様よりお願いしたいと思います井川市様お願いいたしますはい、あのあまり他自治体の皆様にメッセージというような感じではないんですけどもまあ,あのこの分野は完全に協調分野だと思いますので つくば市ではあの駅前の人口の比較的多いところでやらせるてる今日のお話でも。 藤崎さんは住宅地ですし石川市さんはより広いエリアで速いスピードでということがありましたのでこの3事例だけでもかなりの範囲をカバーできると思うんですよね。ですのでやはり多くの自治体がこういうことを始めていくことによっていろんな知見がたまっていてですね最終的にこのフォーラムで目指しているような日常の風景にどんなエリアでもなっていくということにつながっていくと思いますのであのもう みんなで始めていっていろいろ改善しながら情報共有をしていくということが非常に大きな推進力になるんじゃないかと思っていますのでいろいろと全国各地の皆さんとご一緒できることを楽しみにしています今日はありがとうございましたありがとうございます協調領域としてそれぞれの取り組みそしてそこで得られた知見を相互交換しながら一体的に取り組んでいく重要性コメントいただいたかと思います えそれではあ続いて、えー、藤沢氏様からコメントいただきたいと思います。鈴木様お願いいたします。さまざまな場所で、えー、自動配送ロボットがあの実証実験あるいはあの実装を、えー、行っているところでございます。まあロボットのまあ有用性、えー、まあ利便性というのは市民の方も大変こう評価をしているのではないかと思っております。えー、まああとあのやっぱりこう安全性について えーまあ、の市民からの、まあ、信頼を得ると、えー、こういうことが何よりも大事かと思っておりますので、えー、その信頼が得られるようなあの協力を、ですね、えー、事業者の皆様はじめ、えー、多くの皆様と対決をして、い、え、く、ー、のに協力していきたいと、えー、このように思っているところでもあ,りますありがとうございいいいます信頼ととう大変重要なキーワーワドたただいたかと思います。 大変に参考になるメッセージありがとうございましたそして会場にいらっしゃる事業者の皆様も含めまして本日は貴重なお話をいただき誠にありがとうございましたあっという間の時間ではございましたけれどもここで一旦パネルディスカッションは終了とさせていただきたいと思いますありがとうございました はい瀬川様皆様誠にありがとうございましたそれではここでですね各ご登壇者の皆様には後日レポートに掲載予定の集合写真の撮影にご協力の方いただきたいと思います皆様お手元にフリップをご用意いただきましてフリップありのバージョンとなしのバージョンで撮影の方をさせていただきたいと思います先にフリップありのバージョンで撮影させていただきますのでお手元にフリップご用意いただけますでしょうかあ、ありがとうございます それでは動画のキャプチャーで5秒間ほど笑顔を作っていただきましてですね後ほど笑顔の部分切り取らせていただこうと思います。それでは5秒間程度よろしくお願いいたします。あ皆様、笑顔でよろしくお願いいたします。あ,ありがとうございます。はいい、OK、ですすありがとうございますそれではフリップなしのバージョンでも取らせていただきますので一旦フリップを置いていただきまして。はい あ、ありがとうございます。はい、そうしましたら同じく5秒間程度笑顔でお願いできたらと思います。お願いいたします。はい、いい笑顔です。ありがとうございます。はい、ご協力いただきまして誠にありがとうございました。はい、えっとそれではですね、えっと同じくパネルディスカッションにつきましてもグラフィックレコーディングの方でお話の方を振り返ってまいりたいと思います。関さん、グラフィックレコーディングの方いかがでしょうか。 あ、ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、丸一番の関係者との連携から、一番最後の、あの、未来展望のところまで、お書きいただいております。ありがとうございます。えー、と、この中では、あの、ピンクの箇所と、あと、水色の箇所はありますけれども、特に気になった箇所などございますでしょうか。そうですね。えっ、ー、と、ピンクが、えっ、ー、と、石狩で、オレンジが筑波。 青が藤沢のの皆ささんお、えー、お話しされたことを書いております、はい、特にそうです、ね、気になったことやっぱりこうその中でもそ最後のお話でもやっぱりこう地域に受け入れてもらう、はい、愛着を持ってもらうで地域に役立つあの雪が降っていても、はい、夜でも帰りがけにもっていうそのちゃんと使われる利便性のあるサービスを作るためにはこうこ,こに。 こう親しまれる自動配送ロボットがあるんですけどそういう地域住民の、えー、と理解が不可欠だっていうところがどのところでもお話が。 されていたなと思います。あ、可愛い,いロボットのイラスト、ありがとうございます。まさに先ほどのお話もありました通り、あのロボットと友達になれる街という言葉も印象でしたし。あと、あのパナソニックさんからは、一家に一台のお使いロボット、まさに家族の一員のような形かと思いますけれども、あの、そのようなところは大変に私、私もですね、印象に残った部分でございます。ありがとうございます。ネえド